NHJ ヘッドラインです今週のマーケットの振り返りそして来週の展望有望銘柄のピックアップです、えー、まずは今週のマーケットです、えー、今週のマーケットですが、えー、まあ今週はメジャー SQ を控ええー、まあ週末に向けてですね、えー、波乱も警戒され、えー、またですね、えー、今後のテーパリングに向けた議論、えー、まあこれもですね注目されたアメリカの CPI 消費者物価指数の発表もあり まあ週末にかけては様子見姿勢が強まる展開となりました、えー、まあチャートの方を見ていただくとこのような状況、まあ、先週もですねこう横々の展開が続いていたのですが今週はさらに硬着状態を強めるという状況になっております、えー、注目された SQ 値の方は29,000とび46円29,000円乗せとなっておりました それとですね、昨日発表された CPI、これは上昇するもです、ね、マーケットとしては居心地の良い水準として受け取られております。ニューヨーク市場の主要産指数、これはすべて上昇しておりまして、ナスザック指数は4月29日以来の1万4000ポイント台の回復、それと SP500 は史上最高値更新となっております。 えーまあ、本日のメジャー S q の通貨で悪抜けというのも期待されたのですが、えー、相変わらずなぎの状態が続いたという状況です。まあ、東京市場はこういう状況ですけども一、まあ、日のレンジ幅ですねもう本当にこうないような状況でして、まあ、このチャート形状を見ていただくとお分かりになるようにローソク足の実体線がですね異常に短い日がこう続いております。 えーまあ、先週末と比較すると、えー、日経平均はですねこれ週足のチャートですけれども、まあ、わずかに7円の上昇と、まあ、先週末、比較とすると7円、えー、トピックスは5ポイントの下落、まあ従いまして NT バイ率は14.8倍というところです。えー、落レシオの方は まあ先週よりは二点六パーセントほど下落をしております。一日の売買代金も二兆四千億円弱というところで、先週とほぼ横ばい水準というところです。えー、レンジとして、やはり二万九千円の壁というのが重い状況。これは変わっておらないというところですね。まあ、終わり値で二万九千円台乗せとなったのは、ですね、七日の月曜日一日のみと。 いう状況です、えー。ただですね、下値もかなり、えー、ここに詰まってきて、まあ、底堅いという状況にも見えます、えー。日足のチャート、これ日足ですけども、まあ、上値はですね、えー、75日移動平均線、このブルーのラインですけども、これに頭を抑えられておりまして、下値の方はですね、この、えー、緑のラインですね。はい、5日移動平均線。 ここに沿って動くような形、まあ先週お伝えしたようにですね、二万九千円の壁が近くて遠い存在となっております。えー、週足はですね、二十六に二十六週の移動平均線、まあここはなんとか維持というところなんですが、まあ陰線を引いておりまして、十三週の移動平均線、まあこれが弱ね抵抗線として。 まあ意識されるというところになっておりますこの赤いラインですね、えー、まあこれに比べてトピックスの方のチャート形状の方はまだえ良い形状を維持しているという状況ですまあ、こういう状況なのですがえ来週はですね、まあ予定としては FOMC の結果待ちというところマーク注目ポイントはそこ1点だけという状況でしょうか まあマーケットで注目が集まっているのはですね16日の夜 FOMC の結果発表というところです。まあこれはあのパウエル FRB 議長の記者会見がありまして日本時間ですと17日の早朝に明らかになるというところです。まあただ先日のですね CPI の発表もありましてすでにテーパーリングに向けてはの議論ですね。これはマーケット織り込み済みと。 考えられまして、えー、実際にですね昨日あたりも、えー、アメリカの10年債の利回りも1.4%台まで低下してきております、えーまあ、来週の一番の材料というのはここになりそうですね、えー、国内では16日の機械受注、えー、それから17日から18日にかけての日銀の金融政策決定会合、えー、ただこれはもう内容的には今回は材料紙は特別されてないというような状況です ええまあこのいった流れを踏まえて来週ですね、えー、注目される銘柄は二銘柄ピックアップいたしましたはい、えー、まずはこちら一、えー、銘柄目は半和工業ですね、えー、証券コ、えード八ゼロ七八三月にですね一度こちらを取り上げました。 パフォーマンスも良かったというふうに記憶しております。四、ま、半、あ、期近くなると、ですね跳ね上げるサイクルを形成しておりまして、まあ、今回もそれに向けてピックアップいたしました。チャートを見ていただくと、五、まあ、月十二日のこの高値があります。三千七百二十五円。ここからですね、五月三十一日の三千飛び八十円というのがあるんですが、ここの押し幅。まあ、これのですね。 三分の一戻し。これを先日達成しておりまして、本日もですね、また更新というところですね。この銘柄ですね。野村の方でもピックアップしておりまして、六月の九日付、け収益予想を増額・修正しております。目標株価も従来の四千円から五千百五十円と引き上げております。鉄スクラップですとか、脱炭素、あとは中国の輸入解禁と。 いうのも材料として取り上げられておりまして日本産のスクラップへの引き合い、まあ、これはさらに増える降参が大きいというところで注目もされます四半期決算への期待感もありますね株価はですねこの状況で PR は6倍割れ PBR も0.7倍と、まあ、超割安水準に放置されております まあ足元のこれ業績の好調に加えましてリチウムイオン電池材料であるえまあ硫酸ニッケルあとは炭酸リチウムまた将来の期待材料も備えておりますので朝鮮一重ムードの高まる中え割安さも意識されればま,あまたどこかでですね急進場面が訪れてもえ不思議のないというところでピックアップいたしました。 はい、えー、続きましては証券コード四三八ゼロ M マートですね、えー、まあアフターコロナ銘柄の有力候補のこれも一つであります、えー、外食関連の株価リバウンドの動きがですね、えー、今本格化している中でまあ同産業と密接に関わる周辺株にも復活期待が寄せられます、えー、まあ同社はですね、えー、業務用の食材用の卸しサイト えー M、マートを主力にですね厨房機器ですとか食器、まあ、食材以外の業務用を扱う B ネット、まあ、こういったのをですね、えー、展開しております、まあ、あとは賞味期限の近い商品や、えー、余剰在庫品、まあ、激安価格で取引できる卸し、えー、即売市場、まあ、をこちらをですね運営しておりまして、まあ、飲食店への時短休業要請、えー、まあ 総流通高に影響していきますけれども、収益の柱は毎月固定の出店量。まあ、業績に大きな影響を与えるまでには至っていない、というところです。えー、むしろです、ね、コロナ禍におけるインターネット取引ニーズの高まりが、追い風に作用しております。えー、前1月期は増収増益を確保というところで、今期は十五点九パーセント増収、四点九パーセント営業増益を見込んでおります。 えー、まあ、業績拡大余地がまだありそうというところで注目いたしております。えー、まあ来週はですね、こ,この煮詰まった状況、えー、まあ、日経平均で見るとこういう状況ですね。えー、隠してトピックスの方が比較的しっかりしている展開というところだったんですが、来週以降この流れが、えー、ブレイクしてどちらか大きく振れるのか、えー、注目の集まるマーケットです。 以上、n s j ヘッドラインでした。